どうも皆さんこんにちは、こんばんは、リュウです。今回もデッキ紹介やっていきたいと思います。さあ今回は御用エンペラーというね、御用界の帝王を皆さんはご存知でしょうか。新しいねパックに登場しました。御用ディフェンダーとか、まあ、御用ガーディアンとか、まあ、いろいろ御用カードっていうのはたくさんあるんですけども、融合モンスターもいるんですね、御用界には。これ、融合召喚条件は戦士族地属性のシンクロモンスター ×2。 かなり難しいと思いますよね。一瞬でシンクロモンスター2体も使わなきゃいけないのって思うんですけども、結構簡単なんですよ。御用、ディフェンダーっていうこのモンスターね、これ3シンクロモンスターなんですけど、これ特殊召喚に成功すると自分のフィールドのモンスターが戦士族地属性のシンクロモンスターのみの場合、エクストラデッキから御用ディフェンダー1体を特殊召喚できますよっていう効果を持ってるんですね。まあ、一応3枚あると3体ポンポンポンって出てくるんですけども、あ、ちなみにあれですね、まあ、新マスタールールになって死んだって言われてたモンスターなんですが、マスタールール この改正によってまた4月から結構強くなるかなと思うんですけどね、この3シンクロ御用ディフェンダーで、リンクスにおいても、まあ、2枚しかないんですけど、リンクスはこれね結構やっぱ強くて、これで御用ディフェンダー出せば結局御用ディフェンダー2体が地属性シンクロ戦士族なんで、御用ディフェンダーの召喚条件を満たすことができる。じゃあどうやって融合していくか、これ専用の融合があって、そのシンクロモンスターを素材にする場合 その融合のカード、これが新パックで登場したこのミラクルシンクロフュージョンっていうね、このカード、シンクロモンスターを融合素材とするモンスター、融合モンスター1体をエクストラから特殊召喚するっていう。で、あれです、除外、ミラクルフュージョンみたいな感じなんで、その墓地とフィールドから除外してっていう条件なんで、だから墓地行っててもいいんですよ。で結構ね使いやすいですこの魔法は。あ、ちなみに竜魔道とか入れておくと、一応竜魔道とかでもサーチができますね、一応ね。で、今回じゃどうやって新3シンクロを出していくかっていうと、これね、スポアと墓地を入れていくもの、簡単ですね非常に。これ召喚しただけでやっぱ1枚から3シンクロができるっていう、このリンクス特有のコンボが成立するんで、これ結構強いですね。であ と、コピープラントも入ってます。でコピープラントは、こいつ以外の植物族のレベルを自分にコピーしますよっていう効果を持ってるんですよ。だから、ダークバージャーで蘇生するとダークバージャーでレベル2なんで、1と2で、コピーして22になるんですよね。そうすると4シンクロができるんですよ。で新しく登場したそのこれまたちょっと別の動画に したいなと思うんですけど、こいつ の本家っていうか、この古神ハストールっていうのを活躍させる時はまた別でやるんですけど、このハストールが結構強いんですよね。これ、フィールドから、破壊されて、破壊されるっていうかモンスターゾーンから墓地へ送られた場合、まあ、自分で素材にしたりとかしてもいいんですけど、そうすると、相手のモンスター1体選択してデモンズチェーンします。で装備状態みたいな感じになるんですよね。で、このカードがその状態で墓地を送られると、あ、墓地を送られるっていうか、まあ、フィールドから離れると、そのデモンズチェーンしていたモンスターをパクるっていう、ちょっと難しいんですけど、墓地にモンスターゾーンから墓地に送られたらデモンズチェーンして、こいつが、まあ、その状態の時にフィールドから離れる、まあ、骨砕とかされてもいいんですけど、離れると、デモンズチェーンしていたモンスターをパクるっていう、そういうね、効果になってます。まあ、結構、耐久できる、割と強いんですよね。これライフも守れるし、相手のモンスターをパクる可能性があるんで結構強いです。であとはやっぱりスポーワーで3シンクロして、で御用ディフェンダーを出して、で墓地のそのダークバージャーを除外してると3チューナーとして戻ってくれるんで、墓地からね。なんで、3チューナーとディフェンダーが2体並ぶんで9シンクロもできるし6シンクロもできると。で御用エンペラーの最後効果説明するんですけど、これやっぱ強いんですよね結構ね。御用特有の効果を持ってて、こいつが戦闘破壊するモンスターは、破壊されると、戦闘で破壊すると、墓地から自分のフィールドに特殊召喚できると。で御用ディフェンダーじゃないや、御用ガーディアンって守備表示で特殊召喚するんですよ。御用エンペラーをね攻撃表示で特殊召喚できるんですよ。だから追撃ができる。でさらに、パクった相手のモンスターが相手を戦闘破壊してもまたそいつもパクれるっていう、だから最大なんか相手のモンスター2体くらいパクれるっていう、うまいことやったね。で覚された効果で丸2番
相手がモンスターを特殊召喚したときに自分のフィールドの戦士と持続性のシンクロモンスター1体をリリースするとそのモンスターのコントロール得ますよっていうことを持ってるんで、まあ、これをうまくこのガイアライトとかを使ってこのリリースライト確保しながらやっていくっていう感じですね。はい、早速ね、御用エンペラの力見せていきましょう。デュエルスタンバイ。さあお相手の方、騎乗員アスカキララ選手、よろしくお願いします。デュエルスタンバイ、いつもお世話になってます。ハンドはまあそこそこいいですね。あとはまあミラクルフュージョンか、ミラクルフュージョンね、ミラクルシンクロフュージョンか、地下融合を引いていきたいと。いったところ30枚多いな、デッキ。最近やっぱ30枚ぐらいのデッキが多くなる。なんでブラックマジシャン？なんで ?30 枚なんでなんでなんで忍者なんでなんで忍者なんで、ドロー。なるほど。それも最強のカード引いていく。最強のカード引いた。このナビゲーターが一回ナビゲート出させます。ナビゲート出させていく。ナビゲート出させてブラックマジシャンが出てくる。ただ何も除外はできない。 OK。 30枚なんで対策はいいけどさ、30枚にしたらブラックマジシャン魔導陣引けんやん。どういうデッキこれ。ちょっと一旦スポーアでいいか。これコズミックサイクルまだ行かなくていいよね。これコズミックサイクルちょっとカイクやばいけどね、普通に。まあこれコースにゃで、ダークバージャーを墓地から蘇生していく。あぶね、あれやったわ。墓地除外するやつ、あの墓地除外するちっちゃいやつ入ってたらやばかったわ。レベル2のダークバージャーにレベル1のスポーアをチューニング。現れよおちびちゃんで、おちびちゃん効果、おちびちゃん効果で増殖していく。おちびちゃん効果によって自分が増殖していく。そして俺は手札よりマジックカードミラクルシンクロフュージョンの効果を発動。フィールド上の持続性、戦士族モンスターシンクロモンスターを2体このゲームから除外し、現れよ御用エンペラー。御用だ御用だ。カードを1枚セット、バトルだ。くらえハイパー炎ブレス、えい。そして、御用エンペラーの効果。ブラックマジシャンをパクって、ブラックマジシャンでぶん殴っていく。で、御用エンペラーの効果、あ、そうか、やべえ。え、なにこれ、なにこれ強すぎ。え、なにこれ強すぎじゃない、なにこれ。3分の2、相手のモンスターなんですけど。3体のうち2体とも僕のモンスターじゃないんですけど、これ。これあなたのこれやばいって、これはやばいって。さあお相手の方、ゾウのうんちくん、よろしくお願いします。デュエル3倍。これさ、新しいゾウのうちのさ、あのスキル、まあ、ざっと昨日やっと見たんですけど、僕ざっと、あれこいつのスキルエンターテイメント性高すぎん？エンターテイナーかよなんかマジでキングジャックのデュエルはじゃないけどさ、ジャックバリのなんかエンターテイメント性の高いスキルなんですけど、この人なんか時の魔術師のなんか効果が成功したらなんかそのベビードラゴンをなんかあの千年竜に変えるとか、なんかすごいなんかエンターテイメント性の高いなんか効果なんですよね。なんかこの人のスキルふざけてないっていうセット。なるほど、ちょっと決戦だけやめていただきたいっていうとかありますね。決戦ちょっとやめていただきたいなって思ってます。あー決戦なんですかねこれ。ちょっと一旦決戦をぶち込みに行きましょう。こっちですね、私の読みでは。こちらと見た、こちらと見た、速攻の足か、やばい。これってことはこれチェーンあったってことは、いやーこれちょっとやらせてくれないやつですか、これ。これやらせてくれないやつだと終わりなんですけどね。これももうこれ終わりの可能性があります。あでもこれなんかチンクロ召喚だけはできる。これ、ちっちゃいやつ出していく。ちっこいやつ出していく。おちびちゃん出た。おちびちゃん効果使っていいですか自分。あ、いけんな。なんだあれ。決戦じゃねえのかな。え、なんか俺、ここでさ、ここまで点火させてくれたら、なんか決戦じゃねえのかな、これ。これ、一回スポーアの効果も発動しちゃっていいですか。これいけますか。ここはさすがに無理ですか。これ通っちゃうと、ミストウォームっていう最強のモンスター出しますけど、僕。あ、なんかいけんな、これ。なんかいけるぞ。なんでな。なんかいける。レベル3、レベル3、レベル3で。333、魔法の呪文。
凍結界の竜トリシューラをシンクロ召喚、そしてミストオーブの効果、フィールドのカードを3枚選択し戻していく。手札にしっかりと実質局所と敵ハリケーンの上位互換、そしてミラクルシンクロフュージョン、なんか死んだけど取った、なんだろうあれ、なんかトラップモンスターとかですかね、サブテラー怪しい。いけ御用エンペラーバトルフェイズ、ほらー、なんだったんだあれ。だからこのワンキルは非常に強い局所的ハリケーンの上位互換。さあお相手の方、ヨハン・アンデルセン選手、よろしくお願いします。デュエルスタンバイ。俺はスポアを攻撃表で召喚し、スポアが召喚されたことによってもちろんダークバージャーを蘇生、そしてダークバージャーにレベル1のスポアをチューニングしていく。ちっちゃいやつ出していく、ちっちゃいやつ出していく。これは先行展開しておきましょうか。ですね、御用エンペラーさんのちょっと隠された効果っていうのをちょっと使っていきたいと思います。ダークバージャーを除外し、俺はスポアを特殊化し、そしてレベル3の御用ディフェンダーにレベル3の、スポアをチューニングしていく。そして、これで6進化のガイアライト出し、そして、手札よりシンクロミラクル、じゃあミラクルシンクロフュージョンだっけ、ミラクルシンクロフュージョンの効果を発動、墓地およびフィールド上に存在する持続性生息シンクロモンスターを2体このゲームが除外し、悪魔鬼追跡者の魂がどうのこうの融合召喚御用エンペラー。これね、御用エンペラーさんのね、シンクロ召喚工場異常に長いんですよ。非常に長い。このモンスター全部なんか喋ってると、なんかその融合のエフェクトが足りない。うわ出たー、エンジョイ長次郎だー、エンジョイヨハ次郎だ、来た、やばい、クソめんどい、ガチでめんどい。ちょっとこれ骨再セットしたらこれミスだな。じゃあちょっとやばいな、これ。いやこれでもね、なんか2枚セットすんの難かったな。でも今これだとしたら、ちょ1回でも特殊召喚したやつパクれっからよ。花積みでデキトップ操作していく、いいだろう。いやサンダーブレイクだったか、今1枚サンダーブレイク1枚って結構コズミックサイクルされて終わるんですよね。だから1回ちょっとねブラックガムかけたんですけど、ちょっと今のはマジで2枚浮き数はちょっとやばいかもしれない、普通に。やばやば、そこはもうパックルしかねえ。御用エンペラーの効果とシンクロモンスターをリリースし、特殊召喚された相手モンスターのコントロールを得ていく。札再生だけやめていただきたいです。札再生だけやめましょう。あるんかーい。いやーちょっとやばいかな、これ。これ自分だけエンジョイされるパターンの可能性すごい高い。ちょっとススキはオッケーだよ。まだ展開できる。まあそれはいい、それはいい、大丈夫だ。耐えろ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 。うわー、ガチでキモい、このデッキキモすぎる。このデッキ自分だけエンジョイする。ふぅ、テレ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